はい、本物のセットが終わりました。今回のアレンジメントはこのアダーがそんなに持たないとは思います。なのでちょっとこういうのはね、サプライズ的に料理のこうそういうものにするとか、あとはですね、なんだろうな、もう本当にこうその瞬間をサプライズで驚かせるようなアレンジメントの使い方でいくといいですね。なんか長期間こう飾っておく場合はこういうのをお勧めしません。はい、ではまず最初にこちらのティアモというねバラを入れていきます。まあ、EXILE の歌にもありましたね、あのティアモです。テレテテ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 レレレレテテはい、こういうアレンジをするときの注意点なんですけど、ここ今入れたバラのここの位置ですね、これがこうアランの実の元の実のサイズからこう出ないようにしてください。これ出るとね全然面白くなくなっちゃうんで、なんかこう取れちゃった部分を再現するみたいな感じにすると面白いです。はい、次にこのカナリアナスを入れていきます。こちらはこういう竹串をねで刺していきます。はい、このような感じです。先ほどこうアウトラインから出ないと言いましたが、この上はね出ても大丈夫です。この外角のアウトラインから出ないようにしましょう。次にこのねちっちゃいダリアをね入れていきます。はい、次にこの、ね、ヒペリカムを入れていきます。はい、でこのねヒペリカムに関してはちょっとファンデーションワークも兼ねて入れていきます。こうフォームが見えてるところとかはみんなこのヒペリカムで埋めていきましょう。はい、ヒペリカムが入れ終わりました。今の時点でもう隠れてないフォームとかはないですね。ファンデーションワークが終わった感じです。でヒペリカム入れることによってこう全体がこう少しこうまとまったような感じになってくるんですね。はい、では次にこの割れ木を入れていきます。はい、ではここでですねこのベビーハンズをね少し入れていきます。はい、こちらで完成です。ではね実はねこのお皿は制作用だけで置いてあるんですね。では実際のお皿に置いて見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。これね本当にアクシデントが素敵なアレンジに変わりました。本当可愛いんですよマジで。ぜひねこれ作ってみてください。まあ、ただ作るにはねこのアクシデントのアダーがないとダメなんですけど、わざわざアクシデントを起こすとね多分これどうなんだろう、無理やり取ったことないから分かんないんですけど、今度やってみようかな。まあ、とにかくアクシデントになったアダーを使ってみてください。ではねまた 来月ですね、このハウトゥー動画でお会いしましょう。 See you next time。フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。またスマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。フラワー TV の作品はすべてこう N フラワーの N スタイルという、ね、テクニックで作っております。この N フラワーではですね全国でこう体験レッスンを行っています。ぜひねこう興味のある方は体験レッスンにお越しください。体験レッスンの申し込みはこちらですね。こちらのアドレスか電話にお電話ください。そして地域を言ってくださったら近くの素敵な先生を紹介します。ではよろしくお願いします。